21世紀東京、さらに発展を続ける情報化社会、インターネットはさらなる進化を遂げ、巨大な仮想空間サイバーランドを作り上げていた。サイバーランドはその情報の重要度によりレベル1からレベル8まで区切られており、深い階層ほどより重要な国家機密レベルの情報が格納されている。通常のシステムではこの深層部へのアクセスは不可能である。36型ウイルス、サイバーランド内各所にて顕在化。これはジュミ内です。なんでこんな一気に。次元プログラムまで抱えていたんだ。被害は？流通ラインに侵食。すぐにバイパスします。変です。プログラムが肥大化しています。隠れた奴らが合体している。スコープを突っ込め。あの大きさでは魚雷は効かない。次元のブラックアウトをさせるしか。そんなことしたら日本の流通システムが停止してしまいます。しかし何かが接近していきます。ダイバーです。なんだって。集めたまではいいけど、こんなにでかくちゃ失敗なんじゃないの、アリス。でも倒すなら今しかないんじゃない。行く。あの子たちはどこから来たんだ。どうしてレベル6までダイビングできるんだ。
た何にもしてなかったじゃないよ。だって。あ、時間。早くエキジットしなきゃ。盗み見はダメですよ。そうか、彼女たちが。あれ誰だ？うさうさの三人組だよ。知らないのかよ。うさうさって何？かわいいよね、あの2年の子たち。そうよね、特にあのアリスって子。この子、この間の模擬テストでトップだったんでしょ？頭いいのよね。俺はあいつがタイプだな。あいつって、大鳥レナ？すんげえ金持ちのお嬢なんだろ？めちゃめちゃさっぱりしてんだよな、性格。さっぱりっつより、ガサツってのに近くないか？私はあの子が好き。どの子？あの子よ、ヤドミジュリ。取り柄はあんましないけど、あの3人の中じゃ一番親しみやすいっていうか。やめてその言い方。なんで？かわいいじゃん。なになに？うさうさって。そっか、前は文化祭の日休んでたから。教えて教えて。こいつらな、文化祭の時のコスプレコンテストでバニーガールの格好して出て。ほんと？やめてったらもう。写真もあるんだよ。なんでそんなもん持ってんだよ。見せて見せて。